どうも、ベルです。えー、今回は、えー、ルイのラッキールーレットを回しながら、まあ、それ一本では動画撮らないんですけど、まあ、共有したいなとか思ってる情報と、まあ、ちょっと、ね、雑談の方、えー、していこうかなと思います。はい、えー、まあ、こちらのラッキールーレットですね、えー。まあ、ルイの3回目のルーレットとなってまして、えー、っと、今回も180回引いて、えー、っと、まあ、次の、ね、闇の封鎖までには、えー、ルイ覚醒させたいなと思ってます。 まあいつも通り、えっと、80回はね、スキップせずに引いて、残り100回はスキップで引いていこうかなと思います。まあ、狙いは、ル、え、イ、っと、と万能カケラと、研究加速と、15時間加速ですね。これら狙っていけたらと思います。はい、じゃあね、回していきましょう。押せなかった。はい、そうですね。じゃあまあね、ちょっと、会話ね、ちょっといろいろ考えてきたんですけど、ま,あ、まず一つ目としては、 まあ、第2世代ヒーロー来ますね。まあ、一応な、先日出した動画、多分いつもよりすごいご覧いただいてて、もう本当にありがたい限りなんですけども、あと、それと同時に、まあ、第1世代のヒーローの詳細解説、ちょっとまだ3本残ってるんですよね。あのジェイデンとマスター・ジーンとハンクなんですけど、ただちょっとさすがに、 ね、第2世代先にやるわけにもいかないんで、ちょっと来週中にはね、ちょっと全部作りきってあの出すと思いますので、そちらをご覧いただけると嬉しいですという、ちょっと告知と挟みつつ、今、ねまあ、一番お伝えしたかったのが、あの第2世代ヒーローってあの、トップ司令官とラッキー・ルレッド以外だと、なんかすぐにはちょっと入手できないっぽくて、なんかこれまでだとすぐにね、デイリーブースターで変えたりもしたんですけど、 あの買えないっていうところなんで多分これまで以上にあの万能かけらがめちゃめちゃ重要になってくるのかなと思います、まあ、なのでちょっとむやみに使わずにねえ使っていくのがいいんじゃないかなと思いますそして今今回ですね10枚きましたねめちゃめちゃおいしいあとそうですねまあ,あのこの動画あのすぐに多分あの撮影してから出してると思うので、まあ、多分今日っていう言い方させていただくんですけど多分今日のアプリで VIP17 と VIP18 がなんか来るらしいんですね あの上さん、最近ちょっとエグくないっすかっていうこと、僕めちゃめちゃ言いたくて。あの、僕個人として VIP16 が多分今年いっぱいかかっちゃうかなみたいな感じだったんですけど、あの、ちょっと詳細入れたらまたお伝えして、お伝えするんですけど、多分この間、VIP16 で300万だったんで、VIP17 で多分500万とか、で、VIP18 で700万とか、ま、いくのかなって思ってます。あの、正直僕はこれハイペースすぎて泣きそうです。 お、そしてもう一回来ましたね。美味しい。で、あと、えっ、ー、と、ちょっと前までね、えー、アイランドやってたんですけど、あの、マッチング、ちょっと泣きたくなるようなマッチングでして、あの、韓国同盟7つ当たって、もう全同盟から寝られるっていう、もうね、あの、言葉も出ないよね。で、しかも、あの、個人として絶対勝てないスペックの人が、まあ、T6 でいて、もう、絶望みたいな感じだったんですけど、 まあだからこそすごい T6 の解放のモチベーションとか僕すごい上がっててただかといって全部っぱするのはまあちょっとないなっていうところであのまあラッキールーレット回してえっとパーツのブラッディブランで回したりあとまあ余裕あるんだったらは並走回したいしっていうところでねあのまあちょっとコツコツやってることにはなるかなと思うんですけどまあ来月上旬か まあ半ばあたりにね、解放できたら、まあ、すごいいいのかなと思ってます。で、あと、まあ、ちょっとね、まあ、ちょっとまだ尺あるんで、あの、私のちょっと動画周りについてね、少し話していこうかなと思うんですけど、あの、ほんと、まず最初に、あの、以前よりね、すごい見ていただける方増えて、もうほんと最近、あの、嬉しさとやる気に満ち溢れてます。あの、見ていただいている方、本当にありがとうございます。あの、投稿してから分かった気持ちなんですけど、あの、1再生されるだけで、めちゃめちゃ嬉しいんですよ。 で、それで、あの、コメントとかね、高評価していただくと、もう、飛び上がりたくなるほど嬉しくて。あとは、ゲーム内でも AXE に、えーと、動画経由でね、結構来ていただける方もいらっしゃって、もう、本当に、これやってよかったなって思ってます。あの、これからも、あの、初心者向けの方の動画はもちろんのこと、あとは、最新のアップデートの動画とか、あとは、まあ、ここはね、人によって合う話あると思うんですけど、あの、戦闘動画もね、 あのどんどん見やすい形にしてあげていけたらと思ってますので、ね、ご覧いただけると大変嬉しいなと思ってますあとまた見たいなって思っていただけたらあのぜひねチャンネル登録もしていただけるとめちゃめちゃ嬉しいなと思ってますあのまあ、こんなこと知りたいとかねあったらあのぜひコメントいただければ動画作るのでよろしくお願いしますというところでえっ、ー、と尺は余りましたねうんちょっとなる早でるラッキーレイと回したいんですけどもああそうですね あーまあ、今回回してるイについて少し話していこうかなと思うんですけどあの第2世代来てもルイやっぱ強いんですよあの正直第2世代のヒーローもちろんねその時とあの野戦であればこっちが強いし、まあ、あの中東になったらこっちが強いしってあると思うんですけど多分第2世代のヒーローひっくるめても多分チュンの次に 強いんじゃないかなと思ってて、ルイは。で、そのチューンについてもあ、ルイと組ませるんで、ってことを考えると、もう絶対使うヒーロー。しかも、あの、1位とリーが組むってめちゃめちゃ強いんで、多分当分ね、射撃環境が続いていくんじゃないかなと思ってます。あの、もちろんね、第3世代であのエレナっていう、あの、完璧にルイをメタリに来たヒーロー来るんですけど、 あの、ここまでスキルダメージ伸びちゃって、もともとの火力が高くて、ここまでスキルダメージ伸びちゃうと、多分とあの、いくら、メタられても止まんないんじゃないかなと思ってて。あの、現に多分、止まってなくて。あの、野戦するときでも、絶対に入ってくるんですよ。もう、ルイ、あの、チュンとルイっていうのは。もう、誰か使うことも、いくら強い人が使っても、あの、一部隊目はルイと、あの、ルイとチュンなんで。っていうところでね、一応こちら、まあ、デイリーブースターとかでも取れるんで、 あのぜひねあの、あの、来た方は、ほんと最優先に育成し、最優先で育成していただくのが、まあいいんじゃないかなと思ってます。で、逆に、このね、ルイをメタルっていうこと、まあ、あの、考えていかなきゃいけないなと思ってて、でまあ、そのメタが、あの、まあ、えっと、射撃団で騎兵が有効になるんで、あの、キャサリンシンシアだったり、メタル切れないんですよね、性能的に。 あとは、えっと、ちょっとスベンとベラですね。まあ、この二人もめちゃめちゃ強いんで、まあ、あと相性をひっくるめてね、考えれば多分、少しはね、ルイ止まってくれたら嬉しいなと思ってます。まあ、ただね、どっちにしろ、まあ、トムもめちゃめちゃ強いんで、あの、兵士削られにくいんですよね。ほんと。狙われないんで <laughs>。っていうこと考えると、まあ、うん。 でもやっぱそのトムをメタルってなったらやっぱ射撃なんで、まあ、なかなかねあのメタ取れてるなっていう風に個人的には思ってますはいえー、ねこれね、なんとか尺稼ぎきったんでえっとね加速で回していこうかなと思うんですけどえっと今のところルイ10枚2回ですね、まあ、残り100回で2回来ればいいかなと思ってますが、えー、建設はマジでいらないですねで、えっと、なんか研究加速の出が体感悪い気がするんですけど ちょっとあの研究したいんでけ、お、やった、10枚、嬉しい。よし、来い。研究、研究、研究類15時間。研究類15時間持もっとおり。あー、今1。あのまあ、でも、試験もね、普通に嬉しいんですよね。お、やった、2回目。これで確率収束しましたね。あ収束というか、まあ、期待値通りかな。あの、アイランドとかもそうですし、闇の封鎖も来てるんで、めちゃめちゃ試験使うんですよ。あの、平気で 1B とか使ってるんで、 あの普通にこの資源取れるっていうのは全然ありがたいなと思ってます。正直あの、建設加速より僕はありがたいです。で、上振れはしないか。まあいいでしょう。ちゃんと確立うで来てくれただけでね。ちょっと建設加速の出が悪いということはちょっと僕は文句を言いたいですけども、まあ飲み込んでね。ちょっと待って、研究ひどくないえ、32個。勘弁してよ。っていう、まあね。そこで逆だったらめっちゃ嬉しかったんですけど、まあ確立しないでしょうがないですね。はい。 えー、ということでね、まあ、今回の動画はこの辺りで、えー、締めさせていただければと思います、えー。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。